パートナちょっと空気悪いっすよね。コンテ5ね出すとチームの空気悪くなりです。まあまあ監督のオーラってチームの空気に出ますからね。 まあ言ったけど、練習行く前も試、試合行く前もさ、やっぱ僕自分の機嫌取るんで、それ大事だと思ってて、コンテとかトゥヘルは自分の機嫌取るの下手だなって思う時ありますね。まあ僕も、あれですよ、だから上目線とかじゃん、僕だってプレミアの監督やったら自分の機嫌取れないでしょうからね。次にリベンジャーズの監督やってる時は、ね、顔怖い時多くなったって嫁さんに言われてましたからね。二つ監督やるのはちょっとね、あれ大変だったなと思いますけどね、今、しっかり寝れる生活になると。それこそ僕はありがたいのが、うちの場合はフロントがしっかりしてるんで、 あの自分がフロントだし、自分の周りの、まあ、スタッフって言い方しますけど、しっかりしてるから、そこでのね、試合に集中できないっていうのはないんですよね。でも、ね、このクラスになると何十億、何百億、何千億ってお金が動いてるじゃないですか。ってなると、そこに口出してくる人とか、いろいろさ、めんどくさいことあって、選手たちの英語とかもあって、ね、そういうのでね、 う心穏やかかにでできないい状況っていうのが基本ですからねそれをね、ペップはその状況を整ってないと監督やらないし、アルテタもそういう状況をね、一個ずつ整えていったし、天ンハグも今それやろうとしてるんですよね、ユナイテッドで。ルーク・ショーが言ってた、ちゃんと実力というか、あの頑張ってるやつが選ばれるようになったみたいな言ってたじゃん。そ <laughs> その辺ととハグ素晴らしいと思うんですよねその職場改善ってマジでむずいから、そのスタッフさん専業、もうすぐ専業になれますね、そのスポンサーさんついていただいたおかげで。 ほぼボランティアみたいなだったところから少数精鋭の会社は立ち上げられそうですね。